久保です、昭和生まれってね、もう究極のナルシストでありね、もうなんかいい加減でありね、あとは傍観者であるのかなと、いろんな要素が入ってると思いますけども、まあすごいですね、プロジェクト X にしても何にしてもものすごいパワーを出してると思うんですよ。私はね、その情熱は強かったのかなと思います。ただ一部の方だけです。多くの方はそれを自分のことのように捉えて、それを励みに平凡な人生を送るっていう形になってしまったのかなという気がするんですよね。まあ昭和の時代を振り返ってみると、私はね、こういう切り口もできると思うんですよ。まあそれは明日のジョーであるというね、明日のジョーっていうのはボクシングの漫画があります。もう多くの方がご存知だと思いますよね。私が生まれた時にはすでに明日のジョーっていうのは終わっていたのかな。1973年だと思いますので、私が1歳の時には連載が終わったのかなと思います。ちょっとうる覚えなんですけどもね。まあそれでその明日のジョーの中で語られるテーマっていうのは、まあ2つ私はあるなと思ってるんですよ。それは普通の人が上り詰めていく方法と、才能のある人が上り詰めていく方法というのがあると思うんですよね。これは前半の方で色濃く表れていて、力石徹っていう選手はね、ジョーの明日のジョーという主人公のライバルなんですけど、力石徹選手は普通の人なんですよ。普通の人がトレーニングを泥臭く繰り返してきて、減量するときももうストーブを焚いて、で、本当重厚な機材の中でですね、いろんなものを計算的にやっていくっていう、本当にこう、プロになるんだったらこういうことを真似しなくちゃいけませんよみたいなのをやってのける人なんですよ。これが力石徹です。それに対して明日のジョーって、ボクシングが好きでボクシングを始めたんじゃないですよ。力石徹っていう人間に出会って、こいつをぶっ倒したいから、ちょっとボクシングの力を借りるかみたいなんでやってみたら、結構自分には才能があって、あっという間に追いついてしまった。そして世界チャンピオンに挑戦することになってしまったということなんですけども、その中には常に力石に追いかけたい、力石を追いつきたい、そういう気持ちがあったんですよね。だから続けてこれたってところもあるし、それまで対戦したカーロス・リベロとかね、それから金龍飛とか、こういった戦ってきた人の力を借りてやっていくっていうところがまさに昭和チックだなと思うんですよ。でもこれはやっぱりね、才能のなせる技かなと思いますよね。こういう人は特別なんです。主人公たるものだと思います、才能があるのは。それ以来漫画の主人公っていうのは普通の人が特殊能力をどんどんね開花させていくみたいなことが続いたんですけども、要するに生まれながらの特殊な人間だったんですよね。こういうのを見ていると、やっぱり我々も普通の人間なんだけども、なんか特別なところってあるんじゃないかなって励まされて、それに引っ張られて、凡事徹底っていうんですかね、どんどん続けてこれたっていうところがあるんで、漫画の力ってすごいなと思うんですよ。で、漫画の力っていうのは昭和の中期、30年代とか40年代にコミケってものの、今ね50万人ぐらい集まるパーティーになりましたけども、それ最初はね700人ぐらいでスタートしてるんですよ。で、その700人の集まりですら、最初はちっちゃい集団がインターネットもないのに、雑誌の一番最後の投稿欄を利用してコミュニケーションを取ってドーンと始めたんですよね。最初は本当にね、情熱だけで商品もないし、もちろんコスプレもほとんどないし、本当にこう産声を上げた時っていうのは本当にちっちゃいね、どうなるかわかんないような、言ってみれば反社会的なものだったかもしれません。本当の意味で、オタクと言われてるね、産声を上げたのがその頃だったと思うんですよ。要するに昭和っていうのはね、オタクがいっぱい生まれたところだったと思うんですよ。カーマニアっていうのも言い方変えれば車のオタクですよね。で、そういったものが昭和の力を借りて平成に入った頃にブレイクしてですね、で、時代は衰退したんだけども、昭和の頃に培った人は残ってきたということだと思うんですよ。で、ボクシング漫画でちょっと話を戻しますと、千葉哲也さんの明日のジョーを超えるようなボクシング漫画ってあれから出てきてないんですよ。偉大すぎて。でもすごい昔に書かれた漫画ですよ。でも今技術もあるし、すごく資料もあるし、ノウハウもあるし、先人たちの知恵もあるのに、でもですね、明日のジョーを超えられないというね、そういうふうな、最近は森川ジョージさんの初めの一歩ってのがありますけども、初めの一歩ですら明日のジョーがなかったら書けない作品だと、オマージュが結構入ってますからね。ですんで、明日のジョーってものがボクシング漫画の礎を築いたんで、それを踏襲して、平成の時代とか令和の時代っていうのに新しいものができていくってことで、歴史の積み重ねをね、やっぱやっていっていただいてるのかなというところもありますけども、でもやっぱりね、昭和っていう礎がないとできないものが平成にしても令和にしてもこれからものすごく多いと思うんですよ。もちろん昭和の時代でも明治大正ってものがなければできなかったことがありますけどもね、ここまでのお話をまとめて言うと、昭和の時代ばかりではないということなんですよ。
やっぱりね、平成の時代もそれなりにチャンスはあった。ソフトバンクみたいな会社はじゃあ平成の時代にできましたけども、昭和の時代になぜできなかったのか、令和の時代にそれを超える会社できなかったのか、うん、なんかね、結局は今社会を動かしてる人って、まあ、未だにおじさんなんですよね。若者にチャンスをとか若者になんとかって言いますけども、なぜかね、昔の作品とか昔の企業を超えるものっていうのがなかなか出てこないと本当はもっとね、後から生まれた人の方が有利なはずなんですけどもね、うん、まあでもこれでね、昭和の生まれが優れているっていうつもりもないです。優れてる人もいたけども、大部分は優れてない人だったんですよ。で、今、昭和に生まれた人が平成の時代っていうのにものすごく苦しめられたりとかしてますけども、先に世界で、社会に出てね、有利なはずなのに、なんでそんなに生きづらいのかなと。例えば、将来ね、将来じゃないですよ。この幼い子たちが、自分たちにこういうふうに聞いたらどう答えるかってちょっと考えてみてほしいんですよ、うん、将来私は大きな夢があるんだと、お花屋さんをやりたいんだとかね、じゃあお花屋さんやりたいのどうすればいいのって聞かれたらどういうふうに答えますかってことだったり、自分は企業に勤めてサラリーマンになって、でものすごくね高い報酬を得たいんだ、月収100万とか200万みたいなのが欲しいんだ、どうすればいいって聞かれた時にどう答えますかとかね、自分は世界を股にかけて自由な時間と自由な、ねお金を使っていきたい、いろんなチャンスに巡り合いたいんだけどどうすればいいですかって聞かれた時に我々は何て答えますかってことなんですよ。答えようがあるんですかね。なんかそれは自分で体験したいとか自分でやってきた人は答えようがあると思いますよ。でもそれを成し遂げなかった人って何も後世に伝えていけることができないっていうのはね、まあいわゆる老害と呼ばれてしまう、なんかね嫌な感じになってくるんですよね。でここに多分若い人たち、新しい世代と旧世代の対立が生まれるんですよ。自分が何もことを成してないのに同じ時代に何かことを成した人のことを取り出してきてすごいだろうって言うけど、じゃあお前はどうなんだよって話ですよね。そうならないように私たちは自分の力をつけていく必要があったんではないかなと思います。今からでもですよ。で私はね、40代からネットビジネスを始めて今46歳、今はねもう何もかも逆転しました。本当にすごいなと、すごい想像できました。私はね、そのネットビジネスってものを手に入れた人の中でも稀有な存在だと思いますよ。こうやって見ていると、詐欺でインチキをして金持ちになった人は山ほどいますけども、私はね、自分なりに誠実にやってきて、吉谷さんと同じようなスタンスでやってきて、で繰り返し会う、繰り返し話す、繰り返し、まあ、取り組む、そして自分が一番行動すると、自分に続くものの10倍とか100倍ぐらいだって誰も追いつけないぐらいのことを凡事徹底して、特殊能力は全く使わないみたいなね。アフィリエイトだって SEO とかキーワード検索全然入れてないですから、そんなの全くなしで、ただ量だけでやってきたみたいなね。メルマガのアフィリエイトもメルマガの会員さんだけを手で集めてきたみたいな。本当に誰でもできるコツコツとね、こう、ツルハシを持ってコン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 進むような、そんな泥臭いことを昭和根性でやってきて、その昭和根性を実現させたと私は自分なりに自負してますんで、簡単に稼げる方法とか、この、なんか最短距離とかね、効率よくなんてもう全部無視ですよ。効率いいやつは全部効率が悪いと思ってますからね。効率が悪いけどもコツコツやってるのが一番効率がいいと思うんですよ。だってベストな方法を取りたくていろんな情報を右往左往している中で、私は一番最初に掴んだ情報でここまで来てますからね。それは本当に自分なりに自慢です。どんな情報にもちょっと目をくれなかったとかね。なんかなんとか YouTuber みたいなのが2015年、2016年に流行ってましたけども、全く目をくれずに自分は自分の YouTube で行くんだという形でやってたら今花開いたというね。で、その頃のなんとか YouTuber っていうのを購入した人は全員死滅ということなんですよね。まあざまめだと思います。ある意味ざまめだと、そういうふうに自分だけは苦労も努力もせずに、一足飛びに行こうと思った人が骨折してね、打ちひしがれているところを見るとね。で、暗号通貨もそうですよ。暗号通貨の仕込みって私2014年からやってきてるわけです。2014年、15年から始めてきて、情報発信もその頃からしてきて、で、情報が誰よりも早いわけですよね。で、情報っていうのは鮮度のいいうちにエントリーして、そして離脱するポイントがすごく重要なんですよ。で、私は今回、離脱するポイントを暗号通貨に関しましてはもうちょっと先に設けてるんですけども、明日とか明後日とか来年に儲けたいとか半年後に、億万長者になりたいっていう人はこれ焦りすぎですよね。で、そういったやっぱ待つってことと耐えるってこと、これをしっかりと使ってきたのが昭和の根性ではないかなと思います。これからもね、昭和の根性をフルに使ってですね、新しい時代を切り開いていこうかなと思っております。まあいろいろと話したいことあるんですけどね、今回はこの辺にしておきましょうか。じゃあ R34 頑張ってください。